3万溶けました。一番右はまったか。いやー参ったな。右リップさんが3回とキナナ3連が1回引いてるの見たんだけど、リップさんが1回当たってる。でドレイちゃんする前に初め2回ぐらいポコポコ引いたんだよね。ゲームオーバー感しかないんだけど。どうしようかね。天国どうしよう。40本ちょうど引いたら右にそうしようかな。さすがに引けたらね。当たってラインかい。やばい。あー落ちてる。天国落ちてるわ。あいやー来んだなこれ。もっとサクサクリップさん引けたらね。途中でやめれたんだけど、もう行くところまで行くしかなくなっちゃったよ。まあ左やめちゃったか。じゃあもうこのタイミングで休憩入れるか。5万負け。いや今日完全に窓マギ2が当たりっすね、まあ、ここもう朝一から埋まってたもんね。常連の精度が高すぎる。無理。さあこれで設定推測のサンプラー5個。リプさんが3回中段キナナが2回。さすがに6はないな。もうさあ7枚目。あと40。到達。さあ何が出るかな。
七五三。揃っていいのに。は？は？さあ運命の白やめろ。あ、青だった。聞いたわ。まあ赤7フェイクで2つあったからそれで当たってる可能性あるからね。2連は怖いよ。3次来ないとちょっと信用できない。勝負どころお願いします。でやっぱりな、まだ大丈夫かな。あーないね。これは単発だな、おそらく。じゃあ右打ちますか。 ATM 行ってまだあと1000円しかないから。よし、とりあえずもうやめだな。とりあえず周り見ますか。よし、右打つか。目指せ10万円。天井行く気満々だけどね。何なんだろうね。いや参ったな。誰だよこのルールって考えたやつ。パスロ知ってんの？マジで。Thank you.
豪快に黄色三連つかりました。黄色三連1回、中段切らない1回、リップ三連1回、外れ。どうしようもない。めんどくせえよ。これはきついだ。さすがに打つ理由がない。参った。はい、4日目の下見、まあ5日目の目の下見ですね。まあって言っても見ることないんだけどさ、こことこの台とこの台はリップさんで入ってて見た。これがワンチャンあるかなと思ったけど、まあでもまあ微妙だよね。もう分かんないもんね、壊れてくると。あって読んでイメージしかもうない。あと、常連情報によると、窓巻きの2がオール5らしい。天井確認したラブ城は、あの後一撃で2000枚より出てた。引きじゃん。2000分の10か。まあ中間。たたたき出現率は。まあもうこのチャンは見なくてもいいか。まあこれ挙動見る限りちょっとキスっぽいって感じはするかな。すごい連射してるし、絶頂1回いってるし、もしかすると5もあるかもしんないかなって感じですかね。知らねえ、もう何でもいいよ。はい、4日目終了でございます。いやー、お疲れ様です。いや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 、いやもう日が暮れちゃいまして目が遠いとこ見てるけど大丈夫。いや遠いね、マジでもう俺、財布の中身はもう何もなくなってる。何、今日持ってきたあの所持金が全部消えたってこと？消えた。下ろしてきた分とかそこら含め全部消えた。消えた。ちょっとね、開幕は、昨日がここが6だったのかな。おお、なるほど。面白い。ここもちょっと怪しかったかな。ほうほうほう。ここが怪しいけど、まあ、6だったから、ほうほうほう、とりあえず下げにセットを打ってで見て、ほう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 、マイナス500枚ぐらいかな、ここで。ほうほうほう。で、その後外線行って、まあ、一発でリップさん入って、ヒット、ジストップ、おーと思って怪しい、まあ、でもまだ空き台あるし、とりあえず空き台、あのリセット、赤字台潰してからにしよう。なるほど、確認する感じでねって言って、で、ここ打って、その次ここかな、ここで、ここで謎当たりおよよと思うじゃん。あれちょっと待って、まさかこれ全部強い。打ってる最中にここが リップさんから何それ夢のような展開だよ。で天井だよあれ謎当たり、あれあれ謎当たり2回、謎当たり2回、通常の謎当たり2回、その次天井だった。マジで、マジか。つーか、なんだろう、じゃあ中間あたりとかに、でその後こっちに落としたのね、リップさんが、リップさん当たってるやつ。まあ俺が打ったら出ないじゃあ多すぎやん、リプさんに当たるの。まあ1はじゃあとりあえずないとして、中間は24ベースだと思うんだよね。当たり方が通常がめちゃくちゃ多いから、でサラバンはここは今日は5っぽかったかな、どっちかな。あ、マジで153こんな離れ小島のところ、でハーレスはここが5っぽかったかな、ここ後ろに見てる感じ。ほい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 。まあで明日の戦略なんだけど、まあリセットかかってるから、なるほどなるほど。まあリセット台潰してその中で今日がいいのがあればって感じだから、まあ今日の俺とあんま変わんないんだよね多分。じゃあもう結構動く感じになるかな。でもっと、ね、同じような感じになると俺もあのいっぱいお金を使うことになるから。そうね、もう使うしかないもんだって。ちなみに今日の収支マイナス79本です。まあなんか財布の中身なくなったって聞いたからそこそこかなと思うんだけど、79で、トータルでマイナス159,500 4日目、159,500。まあ実質16万ぐらい取り上げて1日あたり 4万ずつ吸い取られてる。これが8万弱、みそさんも8万弱マジで、ちなみに凱旋打ってるやつらがその2人だからそっか、じゃあ何、俺も明日凱旋を打つことによってこれまた俺も同じようなまあいいんじゃない展開に。てかどうしようもないもんね、いや本当にね、どうしようもないの本当。
まあでもこんだけだから本当にだから入っていた場合とかだったら絞りやすいかなっていうところは前向きに見たらあると俺は思う。遅いよ、5日目だよそう、あの5日目初日に入ってるの確認したら暑いとか言うけどもう一つ付け加えるのが、うん、何何常連の精度がマジ異常だから。あ、なるほど、常連さんがかなりパスが上手。今日はマドンマギのワンツーに全員行きました。おー、一瞬で終わった。マジで。それを横目に、あーこれか、当たり、あーこれ当たりねーと思いながら時々に走る一人だけ俺。まあぶっちゃけおすすめ台ないです。なるほど、はい、まあちょっとこれはそうだね。まあ朝一じゃあちょっといろいろとカニ歩いてみて良さげな台を見つけて、うん、まあそれが見つかったらあんまり大きく動かない方が、まあ読んで良しとした方がいいね。もうね、うんうん、最初からさ強い日が後ろの2日で分かってるよさ、うんうん、本当は打つ理由ないんだよ俺ら。まあ確かにね、その2日だけやっとけって話だよ。そうだから打ったらこうなるよっていうのを俺はちょっと見せられたから、うんうん、満足してます。まあリアル、パスするのリアルだよねこれ。責任取れお前お前粘るっすかじゃないか。夏当たり2回待って粘るっすやな。お前何があったって粘るっすやな。天井まで粘りましたねそんなバカな話ある。いや急に来ますよこいつは本当に立ち悪いね、今まで何回もあるんじゃないですか。キムさんもでも謎当たり2回はないよ。いや、まあ、いやこのうち1回は多分上がってすぐ分かんないうちに当たってるんですよ多分。あ、気づかないうちに、はい、しかもな謎の上に軽いじゃん、はい、軽かったら2回とそうですねってなったらおよよって、これはあるだろう。何度やられてきてるいやいや、でもあれでしょ、 お母さんがどこに伏しても天井行ってもやるんでしょ。それはもうやめられないです。線越えちゃったりして。でもおふくろがね、例えば具合悪いって連絡あってうるせえっつってバカなこっちは中田に行かしてんだって粘って1200ぐらいを消化してる俺自分の気持ちを考えたらすげえ虚しくなってきた。多分お母さんも今日は友のり積もったからさすが買ってくるだろうと思ったら両手にケーキ持ってね、そしたら母ちゃん行っちまったよ天井にと。しかも母ちゃん、お母さん母ちゃん積もったって言うんですか母ちゃん行っちまったよお母さんですけど、ね、それは別の意味でしょ。しかも母ちゃんより先に天国行ったぜ天井行ってね、これが連チャンすればいいんですけど、まだうーん2連で終了というこういう時はね女神は振り向いてくれません。ちなみにこの謎当たり2回ポンポンとした台の設定は2 ただあいつ鋭いですよ。やつ打った台全部2か4当ててますから。出てますから出てって話で当ててますから。まあ最後にちょこっと打ったけど、まあこんなのね。そうですね、ぶち切れてるわけでしょまあぶち切れてるでしょうね。でまあ状況も徐々にこれで分かってきた、はい、4日目までとはいえいくら負けなのよこれ赤坂天敗こちらドンマイナス79,000。あもう泣くしかないね別にやりたくてやってるわけじゃないですよやれって言われた後あと負けやがるからこいつらは待って79,000トータルいくらよこれ、トータルマイナス159,000やめやめもうもういいじゃんまずトークであここでですなあもうあれ16万ですからね、うん、無理じゃね。いやでも情報は詰まってきてますよ。どこでこう切り替え、まあだからやっぱその強気がハマるのがどこかって話だね。それ待ちなところも若干ありますね、うん、はい、次誰ですか。はい、次は迫村ですね。ここで負けちゃうともう小田物でしょまあまあ強力なメンバーがわざわざ控えてるとはいえなんとかここは持ちこたえたいところですね。しかもちっちゃいプラスじゃ困るね。多少そうですね、1000、2000じゃね、うん、じゃないともう大振りするしかなくなるんで。そうですね。さあ5日目は大事な勝負になってきます、はい、迫村です。